ピー追突しない渚との約束覚えていますか？私もこのステッカーを貼って交通事故を起こさないように気をつけていますよ。今日の探しテレビは交通安全市民大会に参加しようの話題です。ご案内は探し役所生活安全課の池田さんです。お願いします。お願いします。人身交通事故を減らすため昨年行ったものが交通安全市民大会、今年もやります。交通安全市民大会は交通事故発生状況ワーストレベルの脱却を目指して佐賀市民みんなで取り組もうという大会なんです。今年の大会は毎日のお仕事お疲れ様です。運転に気をつけて頑張ってください。市内の小学生が大切な方に向けて書いた交通安全メッセージカードを実際に相手の方に渡す授与式や、松栄中学校吹奏楽部の演奏、交通安全子ども優秀作品の表彰式なども行います。特に野外スペースでは先進安全自動車体験ができます。どうぞ体験してください。それでは体験させていただきます。できました。貴重な体験ですね。この交通安全市民大会は参加すべし。交通安全市民大会は2月9日メイドプラザ佐賀で開催。式典は朝10時から、野外スペースは10時45分からです。交通安全市民大会に参加する、これも渚との約束ね。はい。探しテレビ